今日はニコアンドから初めて発売されるコスメラインティニーティニーを高橋さんにご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあまず早速ちょっとブランドのコンセプトからご紹介させていただきます。はいはい、こちらが実際に商品になるんですけど、はい、ニコアンドがアパレルブランドになっているので、うん、こうお洋服だったりアクセサリーを選ぶようにコスメも選んでいただきたいっていうのがブランドのコンセプトになっておりまして、はい、カラーバリエーションもすごく豊富にたくさんあるので、うん、今日のお洋服に合わせたりとか季節に合わせたりとかでお選びいただけるようになっております、うん、はい、商品の特徴なんですけど、はい、こう見ていただいてわかるんですけど、このミニマルサイズといいますか、確かに、はい、めっちゃ軽いですね。あ、そうなんですよ、めちゃくちゃ軽くて、うん、であとこうパウチ状になっているので、うん、こうポーチの中にスポット入れれたりとか、うんうん、こうメインコスメとは別のサブコスメとしても使っていただけるようなコスメになっております、うんうん、しかも同じ形ってとこがいいですよね。そうなんですよ、これがアイシャドウなんですけど、うん、こうリップのマークがついているものはリップグロスとかになっていて、うん、はい、なのでこのキャッチーなパッケージもちょっと楽しんでいただけるような、うん、商品となっております。いい、実際にこう中を開けていただいてみてもいいですか。はい、わかりました。こう開けていただくと実はこのままチップがついておりまして、うんうん、で今高橋さんがお持ちいただいてるのはアイブロウなんですけど、はい、このまま、ね、はい、お出かけ先でも使えるようになっています、うん、私が使っているのが今アイシャドウになっているんですが、こうチップ状になっているので、はい、こちらもそのまま使っていただいたりとか、はい、ちょっと手に乗せて伸ばしていただけるようになっております、うんうん、素敵。と商品のラインナップも合わせてご紹介をさせていただくんですが、まずは、こちらのクッションファンデになっております、はい、こちらが、ミシャさんのティニーティニー限定のデザインになっております、うん、こうパッケージ見ていただくと分かるんですが、はい、ティニーティニーって入っているのと、はい、ピンク色、ブランドイメージカラーのピンク色が入っております、はい、でこちらが23番と21番カラーになっております、はい、その他がもうパウチ状のものになってくるんですけど、うんうん、アイシャドウとリップグロスとリップティント、はい、で、あとチーク、あとはコンシーラー、うん、あ、コンシーラーそうなんですコンシーラーとあとハイライトもあります、うん、でコスメとは別でちょっとスキンケアの商品もありまして、はいはい、このハンドクリームと全部この形いいですね、はい、うん、であとは、スキンケアのフェイスマスクもあります、はい、なのでメイクだけじゃなくてちょっとお肌のケアもできるようなラインナップになっております、はいはい、それぞれの特徴になるんですけど、うん、ちょっとアイシャドウを開けてみていただいてもいいですか、はい、アイシャドウ開けていただくと分かるんですけど、はい、パウダータイプじゃなくてこうクリームタイプになっておりまして、はい、こう伸びがすごくいいのと、あ、そうです、はい、実際につけていただくと分かるんですけど伸びがいい感じになっております。おお、そうなんです。で本当だ、ちょっと薄くつけていただいたりとか、うんうんうん、濃くつけていただくのも調整が効くようになっているので、うんうん、重ね付けができるようになっているので、うん、例えばこうちょっとブラウンの濃いめのものと薄いものをちょっと重ねて自分なりのオリジナルのカラーを作ったりもできるように、うん、素敵ですね、はい、なっております、うん、でもリキッドだけどなんかこう粉っぽくなってくれるというか、そうですね、乗せた後に肌馴染みがすごくいいので、リキッドってなんかこうツヤツヤみたいになっちゃうけど、はいはい、こう馴染んでくれます、うん、すぐベタって感じもせず、そうベタっていう、それが言いたかったんですよなんか楽しみ、はい、あとはチークの方も同様にクリームタイプになっておりますので、はい、アイシャドウ同様肌馴染みいいような形になっていて、はい、こう粉だとどうしてもちょっと時間経つと落ちてきちゃったりとかするんですけど、うん、長時間しっかりキープできるようなチークに、はい、なっております、はい、であとはリップ周りなんですけど、リップティントとリップグロスが、はい、これがリップですね、はい、でリップグロスも、はい、今ちょっとブルーのパッケージになってるんですけど、開けるとですね、はいはい、こうちょっと透明のキラッとしたような形になっていて、はい、うんうん、リップティントでつけた色味をちょっとツヤっぽく見せてくれるようなカラーになっております。色的にはこういう感じですね、すごい色が出るわけではない、ブルーのカラーのパッケージになってるんですけど、うん、ツヤを与えてくれるような、ラメも入ってます、ね、ラメ入ってます。こちらもリップティントと合わせてグロスも使っていただけるようになっております。はい、あとはこのスキンケアのハンドクリームなんですけど、はい、こちらも
それぞれの匂いがあるので、うん、ご自身の好きな匂いを合わせていただいて使っていただければと思います、うん、でこちらはチップとかじゃなくて普通に開けてそのまま出して塗っていただけるので、うん、はい、このサイズ感なのもすごくバッグに入れやすくていいかなと思っております。で3つ持っててこう日によって変えたりというのもいいですよね。はい、あとフェイスマスクの方はこう効能が違うようになっているので、はい、うん、それぞれこう肌のキメを整えたりとかトラブルを抑えてくれたりとか、うん、で効能がそれぞれ違うのでそれもご自身の肌トラブルに合わせてお使いいただけるようになっております。わかりました、はい、では今日は高橋さんに2つのテーマでティニティのメイクを楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、カジュアル可愛いと、うん、ハンサムかっこいいで、はい、2パターンでお願いいたします。確かにいい感じの、はい、ちょっと対極な感じでちょっとメイクの違いを見せていただければと思います。わ、ね、はい、かりました、はい、かわいいっていうことでカジュアルかわいいを今格好として着ているんですけども、はいはい、この格好に合わせたメイクをやっていけたらなと思います。まずはアイシャドウを選んだんですけど、はい、これ4番と5番ですね。4番のが確かちょっと薄い感じでしたね。まずはそれを乗せていきたいと思います。これ緊張しますね大丈夫かな。じゃあまずは私は手に取ってやりますね。6、あ、いい感じですよ。キラキラ見えますか。まぶたにせていきます。これ下とかにものせてもかわいいんじゃないですか。ちょっと涙袋かわいい感じにね、キラッとっていう感じでベースに入れました。もう一色こちら5番の色、もうこれは少し濃い色ですね。じゃあこれを際の方に入れていきますよ。でもね、馴染みやすい色なので、うん、混ぜたと思っても大丈夫です馴染みますからでも下の方にね、こうやって入れてあげるとちょっと目力からパッと強くなる気がする。指でやっちゃいました。もうちょっと色が入れたい方は直接やってもいいんじゃないかなと思いますね。こっちの細い方で乗せてあげて指でなじませる。あ、これでもいいですね。なじむから全然ガッツリ入れちゃっても、ガッツリって言ってもちょっとずつだけど、こういう風に入れました。もうでもこれだけでも可愛いと思うんですけど、あとはアイブロウマスカラをやっていきたいと思います。アイブロウマスカラ普段されますか？たまーにやります。あ、でもこの形のアイブロウマスカラ見たことがないですね。確かにそうですね。筒状のものだったりするので。うん、本当ですよ。はい、こんな感じで、はい、できた。その後にチーク、私ほんとね、チークってすごい難しいと思うんです、うん、一番どうですか。確かにそうですね色味によってすごく印象変わっちゃいますね。けどまずはここにチークを出しますね。チークを出して2本の指でつけていきます。ポンポンポンつける位置とかはいつもどこら辺に。もうなんとなくですね。本当ですか、うん、そこ結構皆さん多分自分の感覚で結構つけてます、うん、自分の感覚でいいですよね、うん、いい感じじゃない。ピンクというかパープルというかっていうカラーを使ってます、うん、仕上げにリップ2番を選びました。これもまずは取って結構トントントンってつけるのが好きなのでこういう風に塗っていきます。程よくつけますね。ティントってもうガツっていう、ガツっていうイメージだけどサラサラすぎずこう程よくリップって感じのテクスチャーですよね。そうですね、うん、クリームタイプで、うん、普通だともう唇だけ浮いちゃうぐらい真っ赤になっちゃったりとかするので、なんかこうシャバシャバっていうサラサラっていうイメージがあったんでそれよりもちゃんと塗ってるみたいな、うん、その感じ好きなんですよよかったちょっと塗ってるよっていう感じが好きなのでこんな感じでどうでしょう。できました。どうですかこれで可愛いカジュアルになったんじゃないかなと思います、はい。カジュアルってことだったんでカジュアルといえばパーカーだなと思ってパーカーを選んだんですけど、カジュアルプラス可愛いだったのでスカートかなと思ってでスカートを選んでクリスマス
をここで出してみたっていうスカートがカーキなので、ちょっとソックスを赤持ってきて、なんかクリスマスですっていう感じだと、ちょっとあれあの人クリスマスだなっていう感じだから、ここら辺だったらちょっと意識しててもなんかいいかなと思って、さりげなく意識してみたんですけど、ちょっとそこまでっていう感覚だったので、スニーカーを持ってきました。では次のテーマに参りたいと思います。はい、はい、次はハンサムかっこいいメイクを、はい、皆さんお願いします。はい、はい、ということで加工も変わりました。だいぶ雰囲気がまた変わりました、ね。はい、お目方もかっこいい感じにしてもらったんですけど、はい、まずはアイシャドウからいきたいと思います。はい、2色使っていこうと思うんですけど、まずはこっちからと薄めの、先ほどと比べてさらに光沢感がある感じの、光沢感がある感じの、もう1色見てみるね。でこの組み合わせでやっていきたいと思います。じゃあまずは薄い方からのせていこうかなと思います。ロフェースにのせていきます。こんな感じ、ちょっとキラッとした感じが強めですね。キラッとした感じですね、うん、でも基本的には薄めなので広めに入れてもらってもいいかなと思います。次はこっちですね。でこっちはこれを使って入れていこうと思います。なるべくね、際の方がいいと思うので、を入れてからこうやってぼかします。こんな感じで、でもさっきはマスカラをしてなかったんですけど、今回マスカラをして、はい、でその中でこの際に入れるので、かなり目力がカッと入ります。こんな感じでチップでそのまま乗せて、はい、また色の乗り方が違いますね。そうですね、うん、で入りすぎちゃったと思ったらこうやって指でぼかしていただけると馴染みます。馴染みました。今回下も入れますかっていう、うん、だけどアイシャドウなので割と優しい感じの目力って感じなので、これがアイラインだとみたいなハンスムですみたいな感じになっちゃうので、はい、こう取り入れやすいカジュアルなハンスムになるんじゃないかなと思います。はい、結構いい感じにグラデーションができてるんじゃないかなと思います。すごいですね、一気にブラウンで雰囲気が変わりましたね。一気にもうなんかハンサムですよね、うん、こっちですね、このティント、またね大人っぽい色なんですけど、はい、実はティントがピーチの香りをするようになっていて、はい、そうなんですか。そうなんです、ちょっと嗅いでいただくと、本当だーピーチ、ピンクだしベージュだしみたいな感じの色をのせていこうと思います。指でのせていきます。あ、またその前にミシャを、こちらですね、ミシャの私も大好きなこちらでリップの色を消します。この色を出すために自分の唇の色を消してあげます。発色を良くするために、なんとなくでいいんですけどね、なんとなくこうポンポンと消してあげてリップを塗ってあげます。塗りたい色の色が多分出てくると思うので、あんまり消しすぎちゃってもよれる原因になっちゃうので、はい、程よくでベースを作ってあげてから、こっちですね、グロスの方を上に乗せてあげようかなと思います。まあ、グロスだけでもね可愛いと思うんですけど、これはハンサムなので、はい、ハンサムということで塗、はい、ってあげるとツヤッとキラッとなるかなと思います。ラメも入ってますもんね、このグラスにはね。いい感じじゃないですか、はい、なんかこうバレたくないんですよね。うん、こうなんて言うんだろう、いろいろやってかっこいいでしょっていうことだと、なんか主張がちょっと強すぎるような、でも程よくこう2色やってるってこともおしゃれな感じにできたかなって思うんですよね。すごいこの組み合わせすごい好き。アイブロウですね、こちらを塗っていきます。さっきとは違う色を塗ります。さっきよりは濃い色なので、程よくなんかしっかりします。私ちょっと大人っぽいような、うん、眉毛しっかりつけて、はい、よりちょっとキリッとさせるっていうのはいいかもです、うん、そうですね、はい、やっぱ結構眉毛は大事ですよね。眉毛すごい一番やっぱメイクじゃないですか。はい、マスクの生活がね長いと思うので、はい、やっぱ眉毛っていうのはやっぱり一番私も重要視してます、うん、
で今回はですねチークではなくて、はい、ハイライトを使ってチークっぽく入れていきたいなと思います、はい、ポンポンポンとチークなんでガッツリ入れるのかなじゃなくてチークの位置に入れてあげるといいんじゃないかなと思います。こう角度つけるとキラッと、ね、こんな感じでハンサムが仕上がりました、はい、どうでしょうかはい、こんな感じでね、はい、ここだけじゃなくてちょっと角度を変えると、うん、ちょっと見え方が変わったりするので先ほどと全然また雰囲気が変わりました。格好にも合ったメイクができたんじゃないでしょうか。ポイントはでハンサムって暗い感じの色にまとめがちなんですけど足元は明るくしたくってハンサムだけど白いブーツを持ってきてます。ブーティーぐらいの長さのブーツです。ニコアンドさんで人気のニットベストを入れてます。シャツの上に羽織ってるんですけどこっちから見てもこっちから見ても可愛い。このシャツをこう出してあげても可愛いんじゃないですか。当日はワイヤーが入ってるんですよね。折ってから出してあげてもいいかも。あとはハンサムといえばチェックパンツでしょでもなんとなくチェックかなと思ってチェックのパンツを持ってきてます。タイトにすることによってハンサムが出たんじゃないかなって思います。あとはこういう風にアクセサリーじゃなくってこういう風に骨飾りをつけることによって洗練されたおしゃれみたいな感じでこの白の持ってきたのは足元も白なのでそれをつけてくれました。2つテーマをご紹介いただいたんですけど、はいうん、メイクだったりスタイリングとか、うんはい、髪の毛のポイントのおさらいをお願いいたします、はいはい、まず可愛いの方はですね、はい、可愛いけどカジュアルっていうものが入ってるので、うん、カジュアルっていうのを重視して、はい、メイクをさせてもらったんですけどでやっぱパーカーってカジュアルじゃないですか、はい、でそれにプラスで可愛いってことでスカートを入れてあげて、うん、クリスマスカラーが可愛かったですね。ソックスがね、はい、ちょっとクリスマスを意識してたりとかして、はいそういうファッションでも楽しみつつちょっとピンクを入れてあげるとか、はい、チークをちょっと透明感のあるパープルにしたりとかしてっていうので可愛いを表現してみました。ハンサムかっこいいの方は、はい、ハンサムだけど寄りすぎないように、うん、ニコアンドさんらしいハンサム表現してみたんですけれども、はい、ニットだったりとかこのチェックのパンツだったりとかでこう格好でもハンサムっていう表現してはいるんですけど自分の中で意識したのがヌーディーだったのでツヤ感がすごく良かったです。ヌーディーだけどテクスチャーがツヤっとキラッとしたりとかっていうところでハンサムを表現してみました。高橋さん本日はニーティニーを2つのテーマで、はいご紹介いただきありがとうございました。ありがとうございました。スタッフの間ではちょっと思いつかないような組み合わせだったりとか付け方を教えていただけたので私も非常に参考になりました。本当ですか、大丈夫でしたか、はい、ありがとうございます。よかったです。試してみようと思います。あ、本当ですか、はい、私もニコアドに行って試してみたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、以上で本日は終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。